Hey guys, how are you doing? Welcome back to my channel. People always ask me, how can I be a bilingual? Well, there's no different one answer. First of all, you need input, like to study English grammar or to increase your English vocabulary and improve your English pronunciation. But you need output as well. So in this video, I'm going to talk about how you can be a bilingual through my experience.ということですね、今回は、バイリンガルになるにはどうしたらいいか、そしてその最終段階にはアウトプットが必要ですという話をさせていただきます。このおきとめ TV は日本人英会話講師ならではの英語学習方法、英語の発音方法、そしてネイティブで答えられない英文法動画をたくさん上げております。ぜひチャンネル登録していただいて、他のレッスンもご覧ください。それでは、Let's get started!今回のビデオはちょっと長くなりそうなので、概要を最初に説明させていただくとですね、バイリンガルになるために最小限最初に必要なことは何か、そしてですね、最終段階でアウトプットが必要だ。このアウトプットに関しては私の経験に基づいた話をさせていただきます。そしてそれを実行するにはどうすればいいかという話をね、させていただきたいと思います。まずバイリンガルは何かっていうことなんですけど、この定義はね、人によって違うと思います。私が一般的に思うバイリンガルは、母国語じゃない言語で相手とコミュニケーションができるのであればバイリンガルだと思います。ただ、英語教育の中で私が目指しているのはそのバイリンガルではなくって、英語でものを考えれるかどうか。ことですね、ネイティブのと同じだけのボキャブラリーを持ったりですね、文法の正確さがなくてもバイリンガルだと思います。そこはね、ネイティブの中でも差が出てくるところですので、まず英語でものを考えられるか、日本語から訳さずに英語で文を作っていくことができるか、ここでができるかできないかで私はバイリンガルを、ね、分けているんです。で、今回のビデオでいうバイリンガルはこのバイリンガルになります。まずですね、留学をしているとか、日本でインターナショナルスクールを行っている、もしくは小さい頃から英語漬けでね、教育を受けているっていう人は別に考えなくてもいいんですけど、実際はですね、まあ大人になってから、まあ大学生になってからですね、社会人になってから英語を勉強しますので、まあこの人たちがバイリンガルを目指すにはどうすればいいかということなんですけども、まず、最初にですね、英語の知識が必要になってきます。で、文法的に言うと、まあ、語文型で考えられるか、ここですね、ちゃんと SVO とか SVC とかで考えているかどうかですね。疑問文になると Does, Do、 B 動詞なら Are とか Is を前に持ってこれるかどうか、これ習っているけどできない人がほとんどです。ここをまず押さえないといけないです。文法ですね。そして The と A の違いを知っておくこと、単数形、複数形か、どっちか選んで使っているか。これですね。ここを大体押さえておけば、あと時制かな。押さえておけばいいです。正しい知識をこうつけておくっていうことですね。文法ですね。で、ボキャブラリーに関しては、会話のレベルであれば英検2級で OK なんですけども、英語でものを考えるには英検2級ではちょっと穴が開きすぎです。語文型で作った時に動詞がわからないとかね、目的項わからないってなっちゃうので、最低でも準1級は必要ですね。まあ、1級の単語あれば相手の言ってることも全部ほとんどわかると思うんですけども、まあ、そこまではいらないんですけども、自分で英語で考えようと思えば準1級は最低必要だと思いますので、ここのボキャブラリーは取っておいてください。で、あとは発音ですね。発音はね、まあ明瞭に越したことはないんですけど、英語でものを考えるということに集中していれば、まあ英語の発音はまあ別でですね、ちょっと勉強してもいいかなと思います。で、この知識を持っていただけではですね、バイリンガルになれないんですね。私の生徒さんで英検級持っている方も結構いました。あ、私より英語できるんじゃないかなとか思ってね、まあ来るわけなんですけども、実際話してみると、ああ、日本語で考えているなっていうのがね、すぐわかるんですね。で、英語の知識を持っているからバイリンガルではないんですよ。結局、アウトプットを足りてないので、英語でスラッと出てこないんですよね。で、私の経験をね、ここでちょっと話させていただくんですけども、私、今もうちょっと閉じちゃって、去年ですね、コロナの時に、学校閉じちゃったんですけども、10年以上ちょっと英語学校を経営しておりました。
で、最初はですね、最初ビジネス、サイドビジネスでやっていたっていうのもあったので、教えていなかったんですね。で、英語の知識はありました。長年勉強していたので。だから、教室行って生徒さんで、生徒さんに文法とか聞かれると、まあ、答えることができたんですね。ただ、授業は持っていなかったです。経営者の方だったらね、わかると思うんですけども、結構ね、まあ、従業員、まあ、うちで言うと講師なんですけど、休まれることもあるわけなんですよね。その時に先生の代役探すのが大変なんですよ。で、まあ、当日来ないとか、まあ、風邪とかね、そういう休養で、そういうこともあるので、その時、代行の先生を探すのが大変なんです。で、教室まで来た生徒さんもいるので、その生徒さん帰ってもらうってこともね、なかなか難しいんですよね。で、ある時、まあ、ちょっと伝達ミスがあって、先生が来なかったんですよね。で、仕方がないので、生徒さんも教室で待ってるので、私がですね、まあ、先生が使い、いつも使っている教科書で授業をしたんですけども、なかなかうまくいきまして、生徒さんの評判も良かったんですよ。で、授業を持ってくださいっていうふうにリクエストが来たので、ちょっとやってみようかなと思ってですね、まあ、まあ、うちのホームページの下に日本語講師が教えますって出したんですよ。そうすると、まあ、2、3人パラパラって来たんですよね。日本人の講師から習うのかなって、その時私は思ってたんですけども、まあ、英語の知識はあったんで、説明はできたんですけども、まあ、そのね、教えてほしいと思う生徒さんが、意外に初級がいなくて、中級か上級なんです。初級の生徒さんというのは、意外にネイティブを選ぶんですね。まあ、コミュニケーションをしたいっていうのがあって。でも、それをこう、こなしていくと、だんだん自分の英語に満足できなくなってきて、どこが、違っているのか、間違いですね。で、これでいいのかって、こう、英語学習の方法とか、こう、迷い出してくるのが中級ぐらいなんです。その時、やっぱり日本人講師のアドバイスが欲しいみたいなんですよね。それで、こう、中級、上級の生徒さんが増えるんですけど、そうなってくると、英語で授業しないといけなくなってくるので、英語で喋らないといけないんですよ。で、私は英語の知識があったんですけど、実はそれほどそんなに英語喋ったことはなかったんですね。ですけど、しないといけないです。これお金もらっているのでですね。で、適当に話すことはできないんです。中級、上級の生徒さんの前ですから、文法も合っていないといけないわけですよね。で、ですので、いつも話すときは語文形で、三人称の S をつける、つけないですね。疑問文はちゃんと do をつける、ね、ああにするとかいうのを考えながらですね、一生懸命喋るわけなんですよ。で、発音も明瞭にですね。で、これを1時間するともうくったくたになるんですよね。で、最初はね、週に3、4人ぐらいだったんですけど、だんだん増えてきて、意外に日本人に教えてほしい人多いんだなとびっくりしたんですけど、あと紹介とかも増えてきてですね、もうひどい時は1日7時間8時間が連続でですね、コマ作ってたんですけど、そんなに来ると思ってなかったので、もうバババーっと埋まっちゃって、もうトイレ行くのが精一杯で、ご飯食べれなくて授業とかいうぐらいだったんです。で、常に英語でね、考えていないといけないんですよね。ですから、もう英語でずっと考えるようになってくるんですよね。正しい文法で、正しい発音で、で、ネイティブと話しているわけじゃなくて、日本人の生徒と話しているわけなので、自分の口から発している言葉が本当にネイティブの言葉かどうだかわからないんですけど、もう日本語ではものを考えていないなっていうのがある時期わかったんですよ。で、でも正しい英語であるのはね、確かで、ネイティブの人にもよくね、あ、文法合ってるねって、ただナチュラルな表現でなかったりはするみたいですけど、でもそれは日本で英語を勉強してるので仕方がないし、ネイティブの人にはそれに対して変に思わないみたいです。まあ、イギリスとアメリカ英語は違うようにですね、そこの違いもあるので、自分たちが話してるように話さなくても別にそれは構わない。で、文法的に正しいし、発音も明瞭だから全然 OK っていうふうに言われてたんですけど、自分の中で確かに、英語を教える前と、その英語を教えて1年2年経った後の自分が違うのは明らかに分かったんです。もう完全に英語で考えてるって感じがするんですよね。もう白人見れば英語、まあ日本人見れば日本語、ただ日本人が自分の教室にいると英語って、もう見ただけでシチュエーションで切り替わるんですよ。逆に白人見て日本語ってすごい違和感があるんですね、話すときに。で、わからない単語が出てくると、今までだったら単語が出てくるんじゃなくて文章、わからない文章が出てくるんですけど、今までわからない単語が出てくるんですよ、知らない単語。英語で物を考えてても当然知らない単語って出てくるので、その時はですね、日本語の単語が出てくる時もあるし、ブランクになるんですよね。タタタタ、ブランク。で、何も出てこない。その時は、
とりあえず日本語で単語を探して、その単語にあたる英語をですね、ネットとかで調べるっていう作業になってくるんですけど、文章、日本、英語の文章、あ、に、英語の文章を組み立てているので、日本語の文章は出てこないんです。それを意識的に分かった時があって、あ、これがバイリンガルだなと思ったんですよね。そうすると、聞き取りとかも読んでも、やっぱりスピードが全然変わってくるんですよ。で、ま、この状況ですね。私のこの状況っていうのは、非常にレアなケースだと思います。まあ、旦那さんがね、とか奥さんが外国人で、まあ、ネイティブでね、まあ、ずっと英語使わないといけない。しかもその使うときは文法間違いないようにいつも考えてるっていう人だったら別なんですけども、なかなかそうじゃないケースが多いと思います。じゃあ、どうしたら日本でこのようなアウトプットの練習ができるかって私はまあ考えるんですけども、そうするとですね、やはり一番、近い方法っていうのはスカイプのレッスンじゃないかなと思います。で、今本当にね、フィリピンのね、スカイプのレッスンって安いですよね。1日1時間のレッスンで、月1万円もかからないところいっぱいあります。で、1日1時間でも私はいいと思うんですね。で、その1時間、しっかりですね、文法を考えるということです。ここ非常に大切です。単に喋ってるだけだったら全体上手くなりません。もう、なんていうかな。めちゃくちゃ英語は流暢になっていくだけなるんで、英語で物を考えてると言えないんですね。で、話すときは必ず、SVO、疑問文だったら疑問前ですね。Drink coffee? ダメです。Do you drink coffee? ですね。Did you go there?ですね。必ず、疑問文の時は疑問にする。もちろんネイティブ話す時ですね、略したりですね、することもあるんですけど、それは置いておいて、常に語文系で考えるっていうことですね。だからパソコンの上にですね、語文系で書きながらレッスンするようにしてください。これ、普通に喋ってるだけでは絶対ね、うまくなりません。常に文法を考えるということですね。で、その時にネイティブとのですね、まあ喋る割合ですね、6、4か 6.5 と 3.5 ぐらいがいいんじゃないかなと思います。まあ自分ばっかり喋ってもね、ネイティブの人がふんふんって聞いてるだけっていうパターンもあるんですけど、この場合実はネイティブの人っていうのは聞き流してることが多いんです。はぁはぁはぁ。で、質問してまたその答える。で、ネイティブ聞いてるだけっていうのが多いので、これだとコミュニケーションにならないので、ネイティブの人も喋る。それに対して答える。というのね、インタラクティブなレッスンを、できる一番いいところは6、4ぐらいかな。6話す方ですね。生徒さんかなと思います。で、逆に向こうばかり喋ってるのはちょっとね、自分の練習にならないので、やっぱり6喋らせてくれる先生を探すってことですね。で、一人だけだったら難しいので、いろんな先生当たってみてですね、あ、この先生だったら6、4でいけるなっていうね、ちょうどいい具合の先生を3、4人ぐらいね、キープしておいて、まあ、回していくのがいいんじゃないかなと思います。一人だけの生徒だった、一人だけのね、先生だったら、慣れてくると、先生結構話し出すっていうパターンが多いので、まあ、ちょっとね、距離を置く感じで授業をしようと思えば、やっぱりね、週1回ずつぐらいの先生をね、変えていくのがいいんじゃないかなと思います。で、週1回ぐらいは文法の授業を取ってください。で、間違えた文法を使っていても、内容から取れれば、直してくれない先生がほとんどなので、自分の使っている文法が合ってるかどうかっていうのですね、を、知るにはですね、やはり文法の授業を取るか、もしくはですね、逐一直してくれる先生を見つけて週1回取るかですね、これ絶対必要になってきます。英語のものを考えるには、まず語文形ですね、必要なんですけども、複数形か単数形か選んで使っているかっていうことも必要なんですね。S つけるのを忘れたとか、複数形の S つけるのを忘れたではなくて、あなたの言おうとしているのは一個のことなのか、それとも全体、その種類全体のことを言おうとしているのかによって S かどうか変わります。で、それを意識しているかどうかっていうことも英語で考えているかどうかっていうことになります。ですからね、あと、ザ、あ、これもそうですけども、座を使っているか、あを使っているかっていうのを考えるっていうことは、英語でものを考えるっていうことになります。だから、この違いも知っておかないといけないんですね。で、時制に関してもそうですね。どういう時に過去形使うか、どういう時に、現在完了形使うかっていうのを知っておかないといけないです。
ただ例外もあるので、例外はまあ後に勉強するとして、とりあえず基本はどうなのかっていうのをしっかりですね、勉強しないといけません。で、それで英語でグラマーを英語で考えるっていうふうにしないといけないんですね。これをですね、週1回、じゃなくて、1年で、ごめんなさい、これを1日1時間ですね、最低続けていただければ、まあ、1年あったらね、結構変わると思いますよ。ある時期、自分で気づきます。あ、今もう英語で考えてるっていうのですね。私のように毎日7時間、8時間やらなくてもいいと思います。1時間でいいので、真剣に毎日やっていれば変わると思います。ぜひ皆さん、トライしてください。ということで、今回のビデオはここまでになります。それでは次の動画でお会いしましょう。See you!